龍が如く極み2やっていくかい。第一章、命の書状。やってんねえ。やっぱり最初はディスコだろ。龍が如くといえばノリノリだな。これ80年代か。服装割と最近のやつかも。ああ80年代か。やっぱりバブル時代だよね。龍が如くゼロあたりの時代じゃないでしょうか。ん？誰？あれこれ伊達さん？これ伊達さんか。これぐらよくなりすぎじゃない？伊達さん、これ伊達さんか。えらい顔渋なったな伊達さん。これていうかグラフィック極みに比べてまた一段階良くなってない。ああ、リボルバー持って。あ、伊達さんはバブル期何してたんだろう。お、かっこいい。白髪もなくて若いね。え、どこ行くの。こんにちは。なんだ？え、やってるやってる。チラリ。うおー強っ。おー、風間の親父やん。あ、やべ、あぶねえ。いろいろ危なかった。何何何何何？分かったな。俺が死んでも組織は消えない。思い知るがいい。韓国系マフィア、もう肩出てる、お前。もうちょっと隠れろ。いや、バレとるやろ。お前、右3分の1くらい出てる。バレないんだ。おい、大丈夫か？おい、しっかりしろ。韓国系マフィアかな？すごいでっかい指輪してるね。家族がいるってこと？話が見えねえな。昔ね、風間の親父はヒットマンやってたって言ってたけど、その時代なのかね、80年代って。あら、子供とやらはどこにいるんだ。あ、いた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 。安心しろ、俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。てか、グラすごい、マジで。な、なに日本語喋って。伊達さん、わかんの。おお、むちゃ言う、むちゃ言うな、むちゃ言うな。おお、におせよ。おむにさらんへよ。死なせちゃいけねえだろ。チョヌン伊達ハムニだ。チョヌン伊達刑事ラゴハムニだ。汗がすごいスムニだ。すごい、めっちゃ綺麗になってない？なんかエンジン変わったんだよな、確か。極み2、6ぐらいから。龍が如くエンジンみたいな、なんかドラゴンエンジンみたいな。変わったんだよね、確か。それでこんなぐらいいいのかな。うわー、年取ったなー。これ今かな。あれからもう20年以上経つのか。これ今かな、2000年ぐらいか。ハンチョギアニア、ネガチュコとチョウチクニア。おー、重ねー。さらへよ。渋。これ伊達さんじゃないだろ、これ。誰だこれ。声が伊達さんだったけどね。おなじみのね、ワンにも出てきた伊達刑事かな。一応ね、龍が如く2のリメイクにあたる作品なんですが、龍が如く2ね、やったことあるんですけど、ほとんど覚えてないですね。印象薄いというか。2006年12月14日、神室町。相変わらず薄汚ね街だな、ここは。
おスターダストだ。で、騒ぎやがる。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。ユージもグラがなんかヒゲが細かくなってる。待て待て。ん、半笑いサラリーマンいたぞ今。てめえらだ、この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのまたアジアかよ。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。めちゃめちゃ嫌がる。てめえらに渡す金なんかね。力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。いや普通に警察呼べよ。東京ある日本人ね。日本人。危ない。あーい、ジャニー、ジャニー、おい、ユージ強っ。おい、すごいチンピラスタイルやん。しかもてめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。お、かっこいい、ユージ。めっちゃ強いやん。菅店長すごいっすね。あれ、お前店長になったの。カズキは物騒だな、ナイフまで。になってきやがった。同じこと言うな、俺と。また一年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえ。ああ、あれから1年か。ワンから1年後なんだね。桐生さんがいてくれりゃ。桐生さん、東上会の4代目就任した直後に辞めてどっか行ったからな。こう、ミレニアムタワー。柏木さん偉くなったな、お前。あ、風間組組長になってる、柏木治。風間のおやさん死んだもんな。スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか、若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。ごめんなさい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ、うん、向こうからすれば面白くはねえ。五代目組長寺田だね。東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。自信勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。えらいいい場所になったね、事務所。風間組の事務所、風道会館っていう下にあったのに、こんな高層ビルの上に。仕掛けるか、待ち受けるか。トラックで突っ込むか。キリュウ、お前ならどうする。みんなキリュウ好きすぎだろ。その下。あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。関西弁、近江連合かな相手は。闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ、復讐の時を。ただひたすら待っていたんだ。ということは韓国系の人かな、この人。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人わかっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。燃やしちゃうの、カムロ町。火の海にするだけじゃ物足りない。韓国人だなこれ。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。何する気なんだろう。すぐ下にいるってことは。許してくれ。あら、カズマ、お前の風間の親父死んだとっか。親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。これワンの最後だね。その夢が叶ったの。好きな女の子死んじゃったんだよね。女の子っていうにはあれだけど。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい
俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ錦木。錦木。最後だけちょっと今までの錦木の顔になったもんなんかな。お、桐生の肉体すっごテッカテカやん。夢か。どうしたの、怖い顔して。ん、なんだ、はるかか。お前これしてて、はるか、どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああそうだったな。うわ、ちょっとでかなったな。おじさん、お腹すいた。1年ですぐに朝ごはん作るね。ああ俺も手伝うよ。いいって、私一人で。いや、テカテカなのなんとか言えよこれ。この1年で上達したんだからね。おじさんテカテカだね。あ、すごい壁にキシキギュ。かわいいや。あれから1年か。ここにいると時が過ぎても決して癒えることのない傷が過去の痛みを鋭利に呼び覚ます。えらい1年でポエマーになったな、お前きりよ。誰のお墓、風間の親父。おー、手つないで仲良くなったな、お前ら。てか綺麗すぎない。え、なにこれ。え、怖いんだけど。ケル、なんかしょぼくれた顔してんだ。そんで、わ、かっこいい。えらい進化したな、ほんとに。あ、主観モードもしっかりあるけど、なんか操作反転しててやりづらいな、俺。FPS 竜がごとくできるようになってる。FPS 縛りいいっすか。あ、うわ、みんな近くの墓入っちゃって、ちょっと待って、これちょっと反転してるの直していいですか。なんか反転してるんだよね。下左右バカにしてんのかお前。なんだこの。下左右って当たり前だろ。なんだこれ。ゲーム、あ、これか。これ全部順にして、ああ、直った直った直った。まず錦だな。錦、戦いを終え今は安らかに眠っているだろうか。俺が今こうして生きてるのもお前に助けてもらってからだな。え、そうだったっけ。なんか助けてもらったっけ。ユミ、俺は今でもお前を忘れない。愛したお前が残した娘、ハルカは俺が責任を持って連れていく。どうかハルカの成長を見守っててくれ。そうだね、ユミは、まあ、キリュウの好きだった女かな。で、そのユミが記憶をなくしてる間に、神宮っていう警察のドチクショーみたいな、政治家になろうとしてるドチクショーが、このハルカね、子供作ったんだよね、ユミと。なんでそんなにこびたような顔するんだお前。おやっさんだけ。すげえ、さすが風間組組長だな。風間のおやっさん亡くなってからもう1年か。今思えば1年前のあの事件が俺の運命を変えたかもしれない。ちょっと思い出しておきますか。おさらいになるけど、1年前俺は大切な人間を失った。11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない、っていう話だったんすよ、ワンは。さあ、ということで、まあ1年間ニートになった。ニートやらしてもらいました。ん？なんだ。あれ、寺田じゃん。今の登場会の会長だよね。5代目。登場会5代目会長、寺田幸雄。桐生が登場会任せた相手だわ。ここからはわし一人で。しかし、関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。振りか。しかし、柏木の頭から。あ、ちゃめれそう。保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で、差しで話をしたいもんがおるんや。あ、出ねえ。くしゃみ出ねえ。お前、寺田なんて言った。いつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。もうしっかり警護してるね。いや、もう抜いちゃダメだろ、まだお前。でも、冷めとけ、どうすわ。お母さん、はるか、買い物に行ったり、ご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから、安心してね。
ごめん、ちょっとうんこしてくるわ。腹痛い。振り返り見てたらお腹痛くなって。ちょ、うんこ。あ、バリ出た。おやすさん。おやすさん。どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。容姿なんかったね、キリオ。しかし、仇となった今は、ハルカを立派に育て上げるつもりです。めちゃめちゃ見てくるやん、ハルカ。四代目。ん？寺田。お久しぶりです。一人で来るとは、不用心だな。本当だよ。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけは、お話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は、近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。何？杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。幹部めっちゃ死んだもんね、1年前。なんとか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃ。確かにね。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。いや、頭下げんなよ会長が。真面目な。え？は？おい、杯、お前ら近江連合か、お前ら。お前ら何の真似だ。寺田藩の首いただき。近江連合や、もう口でわかる。関西の送り込んできた鉄砲玉か。ふざけんなよ。東条会のボディーガードは脇が。え、みんなやられたの？うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。ほう？何やと。ここは墓地や。運ぶ手間省けて、ええんとちゃいます。品がなさすぎだろ、西はよ。しかし、その体に、東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。かっけえ、キリュウ。でもなんか優しい瞳になったね、キリュウ。近江連合の資格。おお、普通にこれは資格で攻撃だね。ここ変わってないね。いや、強すぎだろ。キリュウ、いや、寺田を逃げろ。お前何やってんの。やじ馬じゃねえかよ。四角三角で大ダメージ。あ、めっちゃ変わったね、スタイル。で、四角四角三角三角。おお、すげえ。全然違う。えらい変わったね、戦闘。今までと全然違うぞ。ほら、なんかこかすみたいなのがある。で、L1 はガードね。はい。OK。あ、すごい、ちゃんとガードするようになってる。ほら、なんか腕がちゃんとグッグッて。で、バツがいや、ちょっと待って。短い。いや、オッケーじゃねえでしょ。こうだね。 R1 で構えながらこうやって移動。チャージ攻撃で、四角溜め、四角離す、こうか。うわ、すごい。いつでもこういうチャージ攻撃でできるようになったんだ。ほい。あ、すごい。丸で掴んで、三角で、ん？出ないぞ。てき、来てよ。あれ？出ないよ。あ、来た来た来た。ここ、ここら辺でできるんだな。ほい。お、短くなってる。ヒートアクションも。これもいいんだよね。え、なんか、いろいろなゲージが。え、なんかめっちゃ進化してない？極み2って。え、どんどん来る。
いやいや、普通にキリュウチャカ撃つやん。あ、でも殺してはないんやね、やっぱり。寺田、寺田でも胸に食らったぞ。これを持って近江連合の合田会長のもとへ。お前、わしとキリュウさんとでは器が違う。東条会の明日を思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田、寺田、まだ1年だよお前会長なって。救急車呼んだんだ。寺田、まだ生きてんのかな。しっかりしろ寺田。うるさい、もうちょっと静かに。あ、死んだ。嘘だろ寺田、お前出番少ねえって。あら、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。これなんだ、遺言状。 しばらくひまわりに行ってる。はるか、大切なお仕事があるんでしょう。お仕事が終わったら迎えに来てね。お前1年でめちゃめちゃ物分かり良くなったな。ありがとな、はるか。ああ、合田会長と兄弟のちぎりを交わし、杯を交わしてってやつね。私、東条会五代目寺田幸雄は近江連合五代目合田会長と兄弟のちぎりを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。誰こいつ。堂島弥生、会長代行は、ああ、堂島総平の嫁さんになったんだ。極道の妻って感じだな。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか。大公、落ち着け。柏木が今一番偉いのか、この中じゃん。杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。確かにな。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか。やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。おだまり、おだまりシャン。何すごいね、会長の関西に行くつもりだね。めっちゃキレある顔してる。姉さん、この件自分に任せてもらえませんか。キリュウ、カタギだろ。でもお前、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。ご意見番みたいな感じだよな、はい、これもキリュウ。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。本当に登場会メンツしょぼなったな。これは寺田の遺言なんです、うん、下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか合田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。うわ、目そらした気分。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。そうだよ、錦とはガキの頃から一緒でした。キリは何もしてないからね。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のもの。キリュー、それはかっこいいやろ。止めても無駄だね。すみません。なるほどね、登場会に借りがあるってことになるのかね。この件はあんたに預けよう。それもあるし、寺田の遺言でもあるし、本当ですか。行くしかないってことだね。考え直すことはできないんですか。は？何？何？
桐生は東条会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。すごすぎだろ。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。全員今ので肝据わったな。これはい。え、めちゃめちゃ切れ者やん。一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい。誰。堂島大吾です。あ、堂島の息子。組長とあなたの息子さんです。どうしてだ。なんで。寺田が死に東条会は柱を失った。今の東条会を立て直す、うん、少なすぎる。やつを追って他にはいない。柏木しかいないもん、知ってるやつ。暴力や権力に絶対に屈しない男です。うん、今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい。そう取ってもらって構いません。あんた。ですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。すごいな桐生、そんなことまで考えてんの。よした方がいい。なぜですか。大吾はもう昔のあの子じゃない。え、何があったんですか。小学校の時の大吾には会ってたけどね、龍が如くゼロの時に。めっちゃ偉そうなクソワキだったから桐生が芝居てみたいな話もあったけど。大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。かっこいい。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。うん。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。うん。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。わあ、後ろ服役死んだ人たちになってる。今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。また腐ったのかよ大吾。力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ふぬけになっちまったの大吾。会ってみればわかるさ。お、ついに捜査パート来た。うわ、すげえ。え、すごすぎない。ええ、ヤクザ極み2の世界へ。ティップスメールマガジンのボブと申します。誰だお前。わからないことがあればメールで教えてくれるんだ。てか左下のマップも全然違うんだけど。え、自販機買える。え、すごくね、なにこれ。え、めっちゃ3万しか持ってないのも驚きなんだけどさ、これから大阪行くのに。お前大阪新幹線で往復したら3万余裕で来いんすか。お前そうだ。え、持ってんの。え、ほほう。え、すごい、すごくね、マジで。変わりすぎじゃない。よいよいよいよ。え、怖いんだけど、変わりすぎてて。え、これがエンジンの差？こんななる？いやいや、なんか、街全部変わってない？セクシーキャバクラ。キャバクラ行ってみる？行けるかな？まだ行けないよな、でも。なに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 、看板が、エレベーター乗れんぞ。え、4階。え、すげえ。え、めちゃめちゃエレベーターなんか導かれた。おい、嘘だろ。適当に言ったら。え、今は大吾を探さなければ。え、すごい、導かれるように雀荘入っちゃった。え、しかもバキンバカキン、おめえ何やってんだって。おい、キリおっとじゃねえ。
やばくない？そこも入れんの？すごいすごいすごい。時間確認してる。やばくね？マジ進化しすぎだろ。ほら見て、台車乗れる。ほら。やばい、もうワクワクが止まんねえって。非常階段で降りてできんのこれ。すごくない？でもすごい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 。進化しすぎだろ。こんな変わるもんな。裏通し来ちゃった。これどうすんの？ここ通れないだろ。ここ通れた。大悟くんどこいんの？みんなめっちゃ話してるし。お、こんにちは。ねえ、中道通りの方で喧嘩あったって。タチの悪い泥酔したヤクザがいて、目が合っただけで絡んでくる。絶対大悟だろこれ。中道通り、すげえ。何や、マップ進化しすぎだろ。いやいや、もう行きますか。ちょ本当にすごくない？こんな変わる？なんか落ちてる。めっちゃ光輝いてるこれ。わ、ロッカーの鍵一瞬で拾えるようになってる。神進化でしょ普通に。すごいすごい、ちょっと待って、イライラ行きたい。またなんかあるぞ。この鍵？すごいすごいすごい。太平通りのコインロッカー、いつまでも鍵落とされるんだな。それにしても、ちょっと行こうよ。なんか謝ってるよ、橋本弁護士。行列ができる法律相談所時代の橋本徹弁護士じゃないこれ。助けてくれぜ。なんだおめえ。あ、大悟じゃないのか、チンピラか。ハンダ、おめえもベラベラ喋るんじゃねえ、殺されてるか。怖いな。なんでその態度気に入らねえな。おお、戦闘か、いいね。ちょ、戦ってみたかったんよ。すげえ、シームレス。ねえ、なんか透明になったりとか、戦闘。掴んで投げる。お、すげえ、なに、変わりすぎじゃない。おれ、本当にすごい。マジで変わりすぎでしょ、このゲーム。めっちゃ気持ちいいんだけど。どんどん来るやん。何？懐にいる。収納できんの？これ拾って。ちょっとどいてどいて。これ問いすぎだろ。ちょっと待って、難しい難しい。拾って下押すと、あ、すごい。直せるの？ここにあるって。すげえ、武器拾えるようになってる。あ、これで、これで、あ、すごいすごいすごい。マジ進化やんこれ。はっかやつ。そのままマップ行ったんだけど。能力強化、ちょっと待って、ついていけない、すごすぎて。体力、攻撃力の基礎能力を上昇させ、あー、パワープロに近いねこれは。いろんな敏捷とかなんかそういうのがあって、うわお、この音は一緒だ。こうやって能力を取っていくと。すごい。いい気になるなよ、ハンダ。いつも絡まれてんのお前。店のツケを請求しに行ったんですよ。そしたらその客の手下に脅されまして。何者なんだそのつけてるやつ。道島大吾ってヤクザです。これで繋がるんか。劇場前の方に行くのが見えたんで、もうこの辺にはいないと思いますけどね。これは助けてくれた俺です、受け取ってください。赤のさらし、ありがとうな。装備しようか。すごい、全部シームレスだ。はいはい、防具かな、勝手に動かしてくれるんだけど。おい、組み合わせでボーナスとかあるのか。おい、いつでもセーブできます。はい、ミニマップね、左下は。バツ長押しでダッシュ。はい、うるせえな、マジで。道島の竜よ。戦いは基本が全てだ。フロムバトルマスター。誰だろ、いたすらメールだろ。漆黒の男よりで、マジですごくない？何？
ほら、見て。マジですごくない？これ。フィルターかけれる。インスタ映え気流。インスタ気流。え、すごい。何これ。表情変えれる。これ、これを。表情うっさ。いい笑顔、いい笑顔。今日はこれからカムロ町めちゃめちゃにしたいと思います。え、マジですごい。なにこれ。なんでもあるやん、ほんとに。え、ミニマップに人一人一人ちゃんと表示されてるんだけど、ほんとテンションの上がりが半端じゃねえんだけど。ちょ待って、この辺にしとくわ。今日はちょっとこのワクワクで止めとくわ。あえてこのワクワクで止めることで次回への欲望。すごい。え、マジです。また明日。